奈良こみの高です。今回は山のふもとに突如登場した少し変わったお店へ行きたいと思います。実は視聴者さんからもお声をいただいており、調査してほしいという要望がございました。個人的にもお店のビジュアルのインパクトがすごすぎて気になっていたので行きたいと思います。現在県道30号線の36線を走行中。この道沿いも魅力的なお店多いなぁとか思っていたら、左手にお店が見えてきました。ということで早速行ってみたいと思います。今回お伺いしたのは奈良県葛城市竹内にあるエアストリームランダーカフェさん。アメリカンを感じられるお店で、テラス席と店内にも席がございます。土日には雑貨なんかも販売されているのだとか、今日は平日でお休み。エアストリームといってキャンピングカーを使われていてめっちゃおしゃれ。木製のブランコなんかもございます。映える。早速店内へ入ります。壁には様々なレコードが、ワンポイントワンポイントがおしゃれ。そしてメニューはこちら、アメリカンのホットドッグが4種類といろんな具材が入ったクロワッサンがございます。またおしゃれな色合いのスイーツやドリンク、バドワイザーやハイネケンなどの海外のお酒も。今回注文したのはテキサスホットチリとノンアルコールのローズ。早速いただきます。まずはこのローズからいただきたいと思います。飲んでみると、おお、すっきり。ベースは紅茶ですが、バラの風味とほのかに甘さもあって、想像以上にすっきりいただける品物。初めて飲みましたが美味しい。次はホットドッグをいただきます。食べるとソーセージがめっちゃパリッとしていてジューシーで、パンもふわっと美味しい。いろんな具材にチリソースが絡まり合い、ほんの少しピリッと辛く、食欲がそそる味です。ドリトルみたいなお菓子も入っており、パリッと食感もあるのがまた美味しいポイント。アメリカンというかメキシカンというか、とにかく美味しくてボリュームもありましたが、ペロッと食べちゃいました。ごちそうさまでした。詳しい感想は後ほど。ナラコミ。はい、てなわけでエアストリームランダーカフェさんの方で美味しいホットドッグいただいたんですけども、うまかったですね。激うまということでね、まずこちらのお店なんですけども、2022年の7月にオープンしたばかりのお店で、エアストリームといってね、キャンピングカーの中でねいただけるお店になっております。二条山とかがあるね、自然のね場所にねドンとキャンピングカーがあって、で結構お店の雰囲気がアメリカンっていう感じの雰囲気があるんですけども、外を見ればすごい自然に囲まれてて、その自然とアメリカンっていうのがすごく調和してて、なんか独特な雰囲気でね、なんかちょっとワクワクするお店やなっていうのも感じました。こちらね見てもらったら分かるように、テラス席と室内で食べれるようにはなってるんですけども、テラス席はねワンちゃんとかね、ペットと一緒にね食べることもできるということですので、ペットを飼ってる方にとってもおすすめかなと思います。で今回僕がいただいたのがホットチリっていうホットドッグとローズっていうね、紅茶をいただきました。まずこのホットチリの方なんですけども、チリソースがねかかってて、で結構辛いんかなと思ったんですけども、強い辛さはなく、日本人の口に合わせていただいてるというかね、程よいチリソースのピリ辛さがあって、これがまた美味しかったですし、なんといってもねこのソーセージがねパリッとしてるんですよ。めちゃくちゃ長いんですけどね、それがねもうほんまに美味しかったんで、今回のねホットチリも美味しかったんですけども、他のねホットドッグも間違いないやろうなっていうのは感じました。でホットチリに関してはすごいね、そのトマトとか、豆とか、いろんな具材が入ってて、すごいなんかねテキサスのね味なんやろうなっていうのもすごく感じました。で今回いただいた紅茶のねローズなんですけども、飲むとねバラの風味がふわっと漂ってきて、おしゃれな美味しい飲み物なんですけども、氷も入っててめちゃくちゃ冷たいですし、すっきりといただける紅茶なんで、こういった真夏とかにとってもめちゃくちゃ嬉しいなと思いました。
他にもねホットドッグ数種類あったりとか、クロワッサンもあったりとか、ドリンクもねなんか変わったドリンクとかもありますし、お酒もねバドワイザーとかコロナビールとかハイネケンとかね、アメリカンなお酒もございましたんで、そういった非日常を味わうって意味でもねすごくおすすめのお店かなと思います。なかなかね他でもこういった雰囲気のお店って少ないと思いますんで、お子さんと一緒にね、まあ、お伺いすることもできますし、まあ、大人同士でねそういったお酒を楽しみながらホットドッグをいただくとか、そういったこともできますので、ぜひね気になった方はね一度足を運んでいただければと思います。駐車場に関しましては、お店の横にね広めの駐車場ございまして、国道沿いにもなってますんで、結構目立つお店なんでね、まあ、すぐ分かるかなとは思います。お近くにはね大間寺とかね、まあ、二条山とかいろいろ観光するスポットもございますので、ぜひ気になった方はね観光ついでにも足運んでもらえたらなと思います。ということで今回はこんな感じで終わりたいなと思います。他にもいろんな情報等を知りたいと思った方はチャンネル登録、高評価、ベルマークの方ポチッとお願いいたします。あとツイッター、特にインスタの方もやっておりますので、フォローの方どしどしお待ちしております。本日のタカの一言、ちょっと海外に来た気分になった。次回の動画でしましょう。バーイ。